こんにちは、再確です。今日は今ビフォーアフター映像を見てもらったんですけれども、今日のテーマは内股をやめて途端に上達したってやつをやっていきたいと思います。この画像のレッスン生 T さんなんですけれども、初めてのレッスンを受けた時なんですけれども、パドリングは結構上手ですね。で、乗るポジションも悪くなくて、これがレッスンしててできない人かなり多いんですけれども、この点は素晴らしかったと思います。それでその後ですね、テイクオフの立ち方も結構上手で、この辺もね結構素晴らしい点なんですけれども、この後のこの内股っていうか膝をついちゃう状態が良くなくて、これのせいでコントロールできてないっていうのがあったんで、なんでこの体勢してるのかって言ったら、なんか YouTube で見たとか内股がいいって聞いてやってたって言ったんですけど、これのせいでなんかいろいろうまくいかなくて、ノーズがちょっと上がっちゃったり失速したりとか、ちょっとコントロールができない感じになってたんで、まずこれを直してもらうことに専念してもらうことにしましたね。これも1回目の時なんですけど、まっすぐただ乗る映像なんですけども、こういう時でも内股っていうか膝が落ちてるっていうか、それでノーズが上がっちゃってるんで、これをねとにかく直したいっていうことで、なかなかね結構強めの癖なんですけれども、まずここを修正してもらうっていうことでしたね。この左側のコロヘアンディーノなんですけど、こうやって普通に何も技してない時ってこういう体勢なんですけどね、こうやって比べてもらうとだいぶ違いがわかるかと思います。やっぱりノーズが浮いちゃってますね。これオンラインレッスンでちょっとやった時の映像なんですけど、なかなかねこの普通に立つっていうのがみんなできなくてですね、普通に立っていったら今度は膝が伸びきっちゃって、これはこれでまたちょっと違うんですけどね、これできない人オンラインレッスンとかしてもかなり多いです。こうね膝曲げて膝内股にしないってやったんですけど、これも微妙に違ってて、これはちょっと治った状態ですね。なかなかねこれになるっていうのが簡単そうで結構難しいです。このイーサン・ユーイングのただ何もしない時の体勢、この体勢ですね。それでこうやって比較映像を見てもらって、まあ実際こんな風に膝入れない方がターンしやすいよっていうのをちょっと視覚的にも分かってもらって、あとはまあ動かし方も並行して、それが治ったら動かし方もこうするんだぞっていうのもちょっとやったんですけれども、まあ、返し方の癖もちょっとあるんでね。でもとにかく一番最初に直したいのはこの膝が入りすぎちゃうっていう状態だと、足全体でターンじゃなくて、後ろ足がちょっと土踏まずで体重かけてるんでうまくいかないと思います。これだと。いいとこ滑ってるんですけどね、ターンする場所も悪くないんですけど、内股のせいで背中側に体重がうまく乗らなくなってターンできなくなっちゃってるんで、で内股こういう使い方難しいんですけど、こう降りる時だったらこういう風にいいんですけどね、ターンする時に内股すぎるとターンできなくなっちゃうんで、これがね使い分け難しいんですよ。結構このターンの時にはうち膝大して入ってないっていうのを、これも今度また詳しく YouTube でやっていきたいと思います。でこれ2回目のレッスンの時なんですけれども、とにかくまっすぐでも何でもいいから膝入れない体勢を作ってもらうのに心がけてもらいましたね。これ結構うまくできてると思います。で比べてもらっても、一番左のこの状態とだいぶ違って、こっちのイーサン・ユーイングにだいぶ近づいてくれたと思います。かなり頑張ってくれたと思うんで素晴らしいと思います。でこれが3回目のレッスンですかね。これでもう膝以上に曲げるのはやめて、場所もいいとこ滑ってるんで、比べてもらっても
これとこれでだいぶ違うのがわかるかと思います。結構ね頑張ったと思います。でこれでその動かし方が動かし方が悪いって言うんですけど、悪いっていうよりも波に対してちょっと体を大きく使いすぎちゃってるんで、それをちょっと修正するように岸に上げてちょっとアドバイスして、それでこの波に合わせてねちっちゃく動かすとかちょっと難しい波なんですけどね。で最後とかちょっとこれまたでかすぎなんですけど、ちょっとこれでね初めてのアップスの感触をこのちょっと走るで上げる感じを味わえたんで、これはすごい良かったと思います。それでこれが最新のレッスンで、波すごいちっちゃいんですけどね、この体勢に慣れたってことと、やっぱもともとパドリングとテイクオフが上手なんでね、この位置に滑れてるっていうことが素晴らしいです。でこの体勢に慣れたんで、あとはもう陸トレでやったとかスケボーでやったね動かし方をやって、結構アップスとしてはかなり上出来だと思います。当て込みはちょっとね修正まだ必要なんですけど、アップスに関して言うともう左側の僕とそんなに変わらない感じでうまく動いてると思います。波ね本当にすごいちっちゃいんですけどね、もともとパドリングとかテイクオフが上手なんで、こうダンパンのちっちゃい波でも当て込みに行って、ね、これもちょっと修正は必要なんですけど、初めてこれ当て込みもできたと思うんで素晴らしい変化だと思います。で乗り終わった当て終わったのこの体勢もこっちに近くて、一番最初のこの膝入れすぎのとノーズが上がってるこの体勢とは全然違うと思います。はい、いかがでしたでしょうか。内股自体は決して悪くないんですけれども、使い方を間違えると結構危険な方向に行くので気をつけてもらいたいと思います。そしてこの T さんは内股を直してアップスとかもうまくいくようになったんですけれども、この当て込みとかはまだ修正が必要なので、これから当て込みを修正して、まあ当て込みもできたらカットバックとかバックサイドとかも上手くなるように指導していきたいと思っています。レッスンやオンラインレッスンの申し込みは概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からお申し込みをお願いいたします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。澤井角でした。